ナザーエデン、時空を超える猫。はいどうも、サオでございます。パート4ですね。ティレン街道にいます。と、なんとね、このパメラちゃんのキャラクエストが、パメラじゃない、パリサだわ。パリサちゃんの、キャラクエストがあったんで、それやっていこうと思います。まあ、これ重要よ。なんか、キャラクエでなんか、上がるんじゃないかな。スキルレベル的な何か。上がらない？どこにいるんだ？立ったままうなされてる。しっかりしてください。どうした？本当だよな。一度アクティブに戻って、いや俺たちはちょっと探索があるんで。というわけで集中しましたね。はいはいはい。アクトゥールの兵士だったってことね。パリサ、様々よ。前回のサラマンダー戦も。ティレン古道に妙な、魔物をね、倒しに行くってことですね。まあ、これはありがたいんでね。経験値がね、稼げるクエストはもうありがたいっすよ。で今回20レベルにして挑もうかな。もう一度行く。いや、俺たちもついていくよ。ついていく。めっちゃ打ち気やん。パメラ。パリサ、名前。ヤド君、あのキリは多分普通じゃなくて、可愛いらしいですね。パリサ可愛いですよね。よし、追うぞ。奴らを。なんでもないです。かわいい。ちょ、追うぞ。早いね、君たち。キリないけど。何か聞こえる。もう本当にキリだ。キンハーっぽい曲が流れてます。何か聞こえるのか。ルー。ドナルドだっけじゃねえ。ドナルドかな。ルーってやばくない？いや、すまないやん。ほいほい。なんとかできる。竜と引くとは。あ、なんかいっぱい出てきちゃったよ。すごいのがいるけど。冷静かよ。そいつと戦おう。ルルルー。おい。まあ、ただこれ道中にいたやつやな。あとは任せてください。はーい、俺たちの出番でーす。やるぜ。ちゃんと立ち位置直したね。そうすぎるでしょ。やるぞ。戦うぞ。
ほい。弱そう。弱い。すごく弱い。中ボスかと思ってやってたのに。すごく弱かった。うん。謎でしたね。悲哀の呪い。声に呪いをかけられた。やば。苦労してますね。オブリッド。あざっす。あ、なんもないんか。バイサクエスト。なんもなかったわ。ステータスアップみたいな、ないんだね。あると思ってたんだけど。はい、どうも。そうです。多分冒頭にバイサクエストがババーって載ってると思います。で、亡霊が出たらしいので、亡霊探しに来たら、なんか変な女の子がいました。消えた。亡霊だわ。あ、よちよち来たね。いや、これなんかそろそろさ、仲間もう一人来ないんかな。あ、意外と強いんだけど。やばいな。ちゃんとやろう。てか、この水のさ、場所やん、ここ。なんか絶対さ、水属性のボスな気がするんだけど。大丈夫かな。あ、でもアクトゥールはなんか素通りしそうな感じあるな。で、強くない？だもう一人仲間が欲しいんですよ。そろそろ。運営さん。助けてくださいよ。意外と強いんだけど、ちょっと待って待って待って。回復回復。いやーね、もうね、攻撃の手数もね、足りないし。回復の手数も足りないしということで。回復キャラ多分リーカちゃんしかいないと思うんですけど。よし、やっつけたぞ。あ、なんかいるぞ、また。なんかいるぞ、中二野郎が。俺はあると。仲間でいいから。はいはいはい。仮面の預言者ってなんだよ。ああ、タイムスリップしてるみたいな話？もう二度と現れることはない。問いなのか。まあまあまあ、そういうことだよね。
計画は星を守るために必要なのだ。どういうこと？だがそれでも、よくわからないですけど。はい。